はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では信長の野望大使真田幸村プレイの続きをやっていきましょう。前回ですね、真田織田というところはあるものの、まずは柴田勝家を叩こうという話をしたと思います。今回はその続きになりますね。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは今3月なので少し兵糧が入ってくるまで期間があるっていうのを頭に入れておく必要がありそうですね。このままいきなり大規模な戦争を仕掛けるともしかしたら兵糧が持たないかもしれないな。今14万5000しかないんで、これ大軍動かすと2ヶ月3ヶ月ぐらいで多分底をついてしまう量じゃないかなというふうに思うので、信長との戦いの前にやっぱり勝家を先に潰して、場合によっては長宗我部との共闘というのを頭に入れておいてもいいかもしれないな。では続きをプレイしていきます。まずは今お話したように勝家との戦いに備えた方がいいかもしれないですね。報告いたします。先月の終始、勝家との戦いであればそこまで長引くことなく、かつ兵糧もそれなりに抑えて勝利できるんじゃないかなとは思うんですよね。策がございます。さて、鉄砲鉱山、これは欲しいな。すぐにでもやりましょう。毎月鉄砲が入ってくるっていうのはね、普通に嬉しいのですぐやります。あ、そうなんですよ、今回初めてアップデートが入ってから実況プレイになります。で、新しくね開発コマンドが追加されたみたいです。これによって合戦とかにも多少なりとも影響が出てくるようなんですが、とりあえずまずね勝家の領地を攻めましょう。早速開戦していきます。真田の軍略味わうがよい。開発コマンドはちょっと見ていきましょうね、せっかくなので。開発とは担当奉行を設定して施設を建設発展させるコマンド。開発には以下のサブコマンドがあります。新設、これはそのままですね、領内に施設を新しく建設すると。で、継続発展は前回開発を担当させた奉行に施設を発展させると。お、発展は新たに奉行を決めて施設を発展、撤去はそのまま撤去ですね。で、開発ってどんなのっていう話なんですが、施設の効果は隣接拠点に影響する、一定範囲以内の全ての軍に影響するものなど施設の種類によって異なります。複数の施設から同じ効果を受ける場合効果は合算、ただし合算レベル上限が設定されている施設はそれ以上の効果は得られない。また砦、防塁は効果は重複せず最高レベルの効果が適用。施設の開発を担当させるには施設に対応した適性が一定以上である必要があります。適性が高いほど開発に必要な期間が短くなるだけでなく、発展できるレベル上限も高くなります。開発が完了した際に奉行の適性が高いと続けて継続発展させることができます。ただし奉行の適性によって決まるレベル上限に到達すると自動的に奉行から解任される、発展コマンドを使うと奉行を新たに任命して発展させることができます。奉行が自動的に解任された場合や、より適性の高い武将がいる場合は発展コマンドを使うと任命し直すことができるっていうイメージですかね。施設はレベルが下がったり消滅してしまうことがあります。以下のケースで上記の可能性がある。施設のある軍で災害、敵軍勢の侵入、
あるいは隣接する軍での戦闘発生、戦闘には甲状腺の状態も含まれる。その場合は隣接軍まで影響が出ますと。なるほどね。やっぱり攻め込まれないことが重要っぽいですね。何につけても。ではちょっとね、試しに新設してみますか。忍びの里が作れるんだ。今忍びの里があるってことですよね、きっと。ここになんで何もないところに、例えばじゃあ梶村を建てたりとかってできるの。ちょっと待ってね。特殊な条件の施設が建設可能。ものによって決まってるみたいですね。例えば宿場町とかだったらどこでも作れると。こんな感じかな。作れない。何か条件があるんだろうな。ちょっと待ってくださいね。新設でどこに何を新設させるか。ああ、新設させられるところは色がついてるところなのかな。ちょっと試しに新設してみる。ここには商人町が作れる。合ってる？作れるね。そういうことだね。なるほど。これはちょっと面白い要素だな。例えば梶村であれば毎月鉄砲が生産可能になります。効果5倍。おお。砦とかだと決戦で必ず自陣に砦を配置できる。これはすごく嬉しいですね。ただ攻め込まないと意味がないからな。防塁は同じか。敵味方に25プラス5%。あとは茶屋町とかね、各揃ってるようなので、戦闘がない時にこれをやっておくといいかもしれませんね。絶対に戦闘が起きないところを中心に宿場町とかを設定しておくとだいぶ楽になるかもしれない。とりあえず開発コマンドも委任しちゃいましょう。で、気になるところは自分で作っていきます。今はね、とにかく勝家軍と C を消しましょう。で、7500の軍勢率いると結構ダメージが大きいというか、それなりに食らってしまうので、兵糧がね。なので軍勢の数はだいたい半分ぐらいまで減らしましょう。まあ、勝家の方もそこまでの大軍は多分動員できないんじゃないかなと思うので、35000、まあ約半分までになりましたね。じゃあこれで攻め込みます。戦場をどこに設定するかというのもかなり重要だからな。今までだとね、こちらが先に陣に到着していれば確実に陣をこちらに引き込むことができましたけど、砦があるところで決戦となった場合、敵の砦の場合だと敵が確実に陣を取るということになるので、注意は必要になりますね。さらに押したらお試しで、ああ開発は今できないんだ。委任中だと開発はできないんだね。じゃあ一旦委任を解いて自分でなんかやってみたいな。継続発展。忍びの里。ああ、結構委任したからバーンと作ってくれたのか、それとももともとあったのか。いずれにしても施設のレベルは1か。忍びの里、風魔小太郎。かしこまった。なるほどね。継続発展とかね、選べますね。さっきのコマンド通りですね、この辺りの動きは。なので今後信長との決戦がある場所に関してはどうだろう、なんか自分で作っておきたいよな。信長に攻め込まれる可能性があるのかっていう話があるんで、ちょっと難しいですよね。梶村をちょっと宇治里に作らせる。こんな感じでやるんだな。
題は自分の陣に攻め込まれた時が前提になるんだよな。兵の士気が上がったりとかっていうのはね、ある意味すごく士気が合戦の勝敗に影響するこのゲームとしては重要な要素になり得ますけどね。まあ、まずは勝家を倒しちゃいましょう。報告いたします。先月の収支です。諏訪城の方に兵を移し替えましょう。これでこちらの方が先に到着できれば、陣を持った状態で敵に相対できるので有利に進むはずだ。よし、目論見通りですね。これで勝家軍を撃破しましょう。まあ、勝家 VS 家康だと家康の方が利はあるはずですけどね。問題は雨か。ここは無人機でいいね。鉄砲隊をうまく使っていきます。まあ、陣を守るっていう戦い方でいいとは思います。問題はここが森林だっていうことだな。ちょっと鉄砲が行きづらいかな。ゲッチよ、始めるぞ。ゲッチ、始めるぞ。ご命令、始めるぞ。ご命令を始めよ。覚悟せよ。お覚悟願おう。始めるぞ、始めるぞ。行くぞ。まあ勝家軍の方が多分ね、武将はオールスター級が揃ってると思うのできついとは思うんですけど、鉄砲をうまく生かして戦いましょう。ここは雨の部もいたね。今津軽と雨の部、真田家から出奔していきましたからね。ゲッチ、始めるぞ。ゲッチよ、覚悟は良いか。覚悟しろ、ゲッチ、覚悟しろ。ご命令を始めよ。ゲチよ、覚悟せよ。敵の居所知れましたも。これは上杉影勝か。影勝がいるな。いや、影勝いて朝倉総敵いて勝家もいるか。強いな。容赦せぬぞ。策のある者がいるようです。ただ勝家がいきなり出張ってきている。これは好機だな。勝家の分を改造させて一気に
戦いを決めるのがいいな。始めるぞ。ゲチュ。覚悟しろ。みんな気を引き締めよ。名を始めよう。ゲチュ。始めるぞ。始めるぞ。ゲチュ。目的は活煙の上の階層ですね。夏でも鉄砲持ってきたか、まあ、ただ鉄砲といっても数は多くないので、総敵と勝家これを一気に叩ければ決まるね。成政もいるみたいだけど、まあなんとかなりそうだな。始めるぞ。我が祖お聞きくだされ。その首この手でいただくとしよう。ご命令を。いざ進まん。我が策これに。問題はこっちにいる金継の部隊か。なかなか強力だな。まともに戦ってるとそれなりに消耗するので、やっぱり勝家の軍を撤退に追い込むか、まあ、少なくとも階層に追い込んで一気に士気を削るのが一番手っ取り早そうですね。ただその勝家が、肝心の勝家が逃亡を図っているのは早いね。勝家の逃げの一手が。で向こうは前田刑事もいると。いやーなかなか強力だな本当に。ここは鉄砲を打ちかけておいて、相馬隊は勝家に追いすがりましょう。出し抜いてくれよ。この策で出し抜いてくれよ。我が策これに。策がございます。ゲチュ始めるぞ。我が覚悟お見せしよう。敵の居所知れましたな。いや前田刑事も強いな。普通に戦ってると危ないな。さらに成政の増援も来るんでしょ。ここはみんな気を引き締めよ。我らが力、なんとか勝家を早々に追い込みたいね。撃て。お命令覚悟しろ。我が策これに。ここは下がりながら戦いましょう。ゲッチ始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。哀れな弱き者に死をもって報い。突き崩せ。撃て。掴んだ勝機逃しはせぬ。敵の居所を知れました。やりたい。前へ。矢を放て。まずは総敵を策のある者がいるようです。撤退させられる。勝家は追い込みが必要だな。策がございます。策がございます。正々堂々勝負せよ。この策で出し抜いてくれよ。始めるぞ。ご命令を。ご命令を。始めよ。我が策これに。ご命令を。始めよ。始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。うまく勝家を撤退もしくは階層に追い込めれば決まりそうですけど、これ逃がしたりするとちょっと厳しいかもしれないな。味方も改装したね。ここはしょうがないかな。勝家を追いましょう。とりあえず気を引き締めよ。始めるぞ。ご命令を。ゲチ始めよ。覚悟せよ。ゲチ覚悟せよ。
敵の居所知れましたな。今は引くぞ。容赦はせん。やりたい。前。撤退に持ち込まれるまでが早かったな。ゲチュ、覚悟しろ。始めよう。皆、気を引き締めよ。我が策、お聞きくだされ。ゲッチ、いざ進まん。正々堂々勝負せよ。ご命令を覚悟せよ。ゲッチ、我が策これに。手加減できるほど器用じゃない。さらに年家もいるんでしょう。強力だな本当に勝家軍は。やりたい。前。しかも見失った。どこに行ったかな。この間にもね、勝家軍の方は回復してくる可能性があるからな。始めるぞ。名を始めよう。情けは無用。完全に見失った。完全に見失ったね。だいたいあの辺にいるよっていうのは見て取れたけど、完全に勝家は逃げの体勢に入ってるからな。これを追っていくのが正解かどうかっていうのはちょっと微妙だな。名門、覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲッチ、いざ進まん。ゲッチよ、始めるぞ。そうこうしてるうちに、ああやっぱり総敵が戻ってきたか、戻ってくんじゃないかなって言おうとした矢先に戻ってきましたね。勝家はどこまで逃亡したんだ本当に。逃げすぎだろ本当に。始めるぞ。ゲッチ、始めよう。ご命令を覚悟しろ。ご命令を、いざ進まん。やりたい。前へ。敵の居所知れましたな。策のある者がいるようです。策がございます。撃て。いやこれはちょっとやられたな。勝家の逃げの速さが半端ないわ。ご命令を、始めよう。策敵がてらに兵を動かさなきゃいけないっていうのは一番もったいないけどしょうがないですね。ご命令を、始めるぞ。今は引くぞ。勝家はどこにいるんだ本当に。こっちにはいなそうだな。兵を返して成政に当たりますか。始めよ。ゲッチ、いざ進まん。ゲッチよ、覚悟せよ。ゲッチ、やりたい。前へ。赤蔵ども、覚悟せよ。いい風だな。行こうか松風。策がございます。撃て。我が策これに。ゲチュ、覚悟せよ。ご命令を。策がございます。時は今。いやーそれぞれお互いに兵力を分散してしまったな。これは完全に愚策だったな。勝家は本当にどこまで逃亡したんでしょうね。勝家さえ捕らえきれてればこの合戦終わってた。いやここにいたのか。いつの間にここに戻ってきたんだ。こうなるとガモ氏作がピンチだな。
やるな勝家。振り上げた軍略見せてくれよ。一我が策これに、我が策これに、これにて幕とさせていただこう。ゲッチ覚悟せよ。ゲッチ救援に向かった方がいいね、急いで。ゲッチ始めよ。ウメール策がございます。撃て撃て。いい風だな。行こうか、巻き風。振り上げた軍略見せてくれよ。敵の居所知れましたな。氏里が危ないですね。ご命令を。始めるぞ。ゲチ覚悟しろ。始めよ。始めるぞ。ここは勝家の陣に殺到して勝家を改装させて決めるのが一番早そうだな。ちょっと方針をそのように変えます。てかもともとそうだったんですけど、勝家の逃げの速さにやられた感じだから。知れましたな。放て。ゲチ皆気を引き締めよ。覚悟しろ。脅しをお聞きくだされ。脅しをお聞きくだされ。撃て。撃て。これにて幕とさせていただこう。宇治里がピンチだね。宇治里の回数は仕方ないよな。これで全ての陣を失いましたね。せっかくの陣を取っていたのに。聞きくだされ。もったいないね。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。ゲチュー。ただこの後はもう勝家の陣に殺到するでいいと思うんですよね。ゲチュー覚悟せよ。始めよう。撃て。我らが力定数で押されてるんですけど、なんとかね勝家を撤退に追い込めれば決まるんだけどな。これは勝家は改造じゃなくて撤退に追い込みましょう。勝家の残りの数107。お聞きくだされ。まあ、味方もね、改装者が続出、撤退者も出てきてますけど、これだったら勝家の分をゼロにできる。よし、撤退させましたね。ちょっと泥仕合にはなりましたけど、無事に勝家軍を撤退に追い込んだので、いかなる苦難も耐え抜いてみせる。結構損害出ましたね。でも、ここは全員釈放してあげます。で諏訪城を攻撃しましょう。まあ、力攻めにして一気に終わらせた方がいいね。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。なるほど。これにて、そうそうたるメンバーが揃ってはいるので、やっぱり試作力は1回でかなり溜まりますね。この策はいかがでしょうか。
犬伝令は入れましょう。これ視界が広がると奇襲を受けにくくなるので。問題は諏訪城が落とすのが早いか、信長の増援が来るのが早いかだな。よし、落としたね。さあ問題は信長の軍がどう動いてくるかだな。総兵数5万、大将は長政か。ちょっと軍をね、大規模動員するタイミングにはなりつつあるんですけど、踏ん切りがちょっといまいちつかないな。というのも軍を動かすにしても信長と正面衝突をするのはちょっと危険だよな。勝家を追い込むんだったらこの信長の軍を一掃した後に富山城、これ200しか今兵が入ってないのでここを攻めたいけど、集結中の長政の軍がどこに本当に向かうかっていう見極めがわからないな。飛騨高山城に向かうと。一旦動向を見守ってから家康の軍を富山城に差し向けるかどうかというのを決めましょう。なので一旦時間を進めます。使いの者が来たようです。柴田家からの交渉の申し出、兵糧42,200で一旦和睦、これは悪くない条件だな。6ヶ月間停戦した後再び勝家と戦端を開けばいいだけの話なので。うん、これで一旦兵を引きましょう。はい、というわけで時間もいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。兵糧も増えてきたんでね、信長との決戦に向かうか、勝家との停戦が解けるまで内政に重視するか、ちょっとね考えておきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。